最近、MLB の公式サイトによると、ロサンゼルスドジャースの外野手ジェイソン・ヘイワードが、チームの40人の公式名簿から外され、現在、ヒューストン・アストロズとの契約に近づいているとのことです。35歳のヘイワードは、昨年ドジャースに加入し、そのシーズンでは、124試合に出場し、打率、269、9本塁打、40打点を記録しました。 しかし、今シーズン、ヘイワードは怪我に悩まされ、63試合にしか出場できず、打率は208、6本塁打、オプスは682でした。このような困難から、他の選手たちが怪我から復帰するとともに、ヘイワードの出場機会は徐々に減少していきました。2024年8月21日のシアトルマリナーズ戦では、ヘイワードが決定的な一打を放ち、チームの勝利に貢献しました。 しかし、その2日後の2024年8月23日、ドジャースのもう一人の外野手であるクリステーラーが怪我から復帰し、チームはヘイワードを名簿から外すことを決定しました。この決定は2024年8月26日と27日にチームの公式ウェブサイトで発表されました。米国の遺跡情報サイトトレードルーマーズによると、ドジャースは今シーズンのヘイワードに対する 900万ドル、約13億円の残りの給料を支払う責任を負っているとのことです。他のチームが今月末までにヘイワードと契約した場合、そのチームは試合日数に応じたリーグの最低年俸である74万ドル、約1億円だけを支払うことになります。これによりヘイワードがポストシーズンで別のチームのロースターに加わる可能性が広がります。ドジャースを離れたヘイワードはシーズンの最も重要な段階で引き続きプレイし、 貢献できる新しいチームを探しています。もし8月末までに他のチームと契約を結べば、ヘイワードは新しいチームと共にポストシーズンに出場する機会を得るでしょう。ジェイソン・ヘイワードは MLB で15シーズンにわたってプレーしてきた経験豊富な選手です。彼は2010年にアトランタ・ブレーブスで MLB キャリアをスタートしました。 キャリアを通じて、ヘイワードは1548安打、180本塁打、709打点、OPS748 を記録しています。ドジャースの公式名簿から外されたにもかかわらず、ヘイワードはマイナーリーグでプレーすることを拒否し続けています。その代わりに、彼はメジャーリーグの他のチームで、新たなチャンスを探しています。ヒューストンアストロズに加入することで、右外野手のカイルタッカーが負傷し、長期離脱している穴を埋めることが期待されています。 アストロズでは、オールスターに3度選出された、カイル・タッカーが、6月3日から、足の怪我で欠場しており、外野の状況は厳しいです。アストロズの GM である、ダナ・ブラウンは、タッカーが、9月上旬に復帰できると期待しているものの、まだ確実ではありません。タッカーが復帰したとしても、守備でプレーできるかどうかは、まだ疑問です。左翼手の、マウリシオ・デュボンも、8月26日の試合を怪我で欠場しました。センターには、ジェイク・マイヤーズが定位置を守り、 左翼と右翼は、マウリシオ・デュボン、チャズ・マコーミック、ベン・ギャメルが交代で守っています。特に、通常 DH を務める、ヨルダン・アルバレスも、左翼でプレーすることができます。しかし、マイヤーズ、デュボン、マコーミックのいずれも、出塁率、OBP が0.300未満です。ベン・ギャメルは、出塁率が0.426と印象的ですが、今シーズンは23試合、ニューヨーク・メッツで18試合、アストロズで5試合しか出場していません。 ギャメルは8月18日にメッツから DFA され、その後アストロズに獲得されました。このような状況でアストロズはヘイワードと交渉を進め、基本合意に達しました。今シーズンヘイワードの出塁率も0.300未満ですが、守備においてはギャメルよりも優れた能力を持っています。昨シーズンヘイワードの出塁率は0.340で、通算出塁率は0.338でした。 もし、ヘイワードが、このレベルに戻ることができれば、より頻繁に出場する機会が得られるでしょう。健康診断が完了次第、契約が正式に締結される予定です。アストロズは、チームがリーグをリードし続けるために、ヘイワードに大きな期待を寄せています。ヘイワードは、ドジャースでの経験と、内部事情の理解を持っているため、アストロズにとって、貴重な存在になる可能性があるという意見もあります。特に、ワールドシリーズで、両チームが再び対戦する場合には、 このことは、ヘイワードがチームから外れたことを知り悲しんでいた、ドジャースの元チームメイトである、フレディ・フリーマンのような人々の心配を和らげるかもしれません。ドジャースネーションによると、ヘイワードがアストロズに移籍した場合、チームは彼を一塁、または外野で起用する予定です。なぜなら、まだそのポジションのレギュラー選手が決まっていないからです。経験豊富なバックアッププレイヤーとして、プレイオフに向けて、ヘイワードを獲得することは、悪い選択ではありません。 ドジャースと同様に、アストロズも現在地区首位に立っており、今年のワールドシリーズに出場する大きなチャンスがあります。もしそれが実現し、両チームが決勝で対戦することになれば、ヘイワードはどちらが勝っても優勝リングを手にする可能性があります。過去には2017年のワールドシリーズで、アストロズはドジャースを4対3で下しました。しかし、その後、アストロズがホームゲームで対戦相手のサインを盗むという不正行為を行っていたことが明らかになりました。 具体的には、アストロズは、ホームゲームで、第3戦と第5戦に勝利し、第4戦に敗北。アウェイでは、第2戦と第7戦に勝利し、第1戦と第6戦に敗れました。ヘイワードの加入により、アストロズは、シーズンの重要な段階で、チームの強化を図ることができると期待しています。ヘイワードのような経験と、スキルを持つ選手を加えることで、アストロズはさらに進化し、優勝を目指すための重要なピースとなるでしょう。 ヘイワードはマイナーリーグでプレーすることなく、ドジャースを離れる決断についても言及しました。彼はこう言っています。私は長年メジャーリーグでプレーしてきましたが、このレベルでまだ貢献できると信じています。マイナーリーグに降りることが、コンディションを維持するための安全な選択肢であることは理解していますが、それは私が選びたい道ではありません。私は最高のレベルでプレーを続け、自分自身に挑戦し、チームに最大限の貢献をしたいと思っています。 ヘイワードはまた、アストロズとの間で最終交渉に入っていることを明らかにしました。確かに、我々は最終交渉段階にあります。ヒューストン・アストロズは、伝統のあるチームで、素晴らしいシーズンを送っています。彼らは、地区内で激しく競争しており、ポストシーズンでも進出する可能性があります。それは、私にとって、非常に魅力的であり、私は競争の激しい環境でプレーし、優勝の機会を得たいと思っています。 さらに、アストロズは、経験豊富な選手をチームに加える必要があり、私はその役割を果たせると考えています。ヘイワードはまた、アストロズ以外にも、いくつかのチームを検討していたことを明らかにしました。実際、他にもいくつかのチームが、私に興味を示していました。ニューヨークヤンキースや、シカゴカブスのようなチームも、非常に尊敬しています。機会があれば、彼らのユニフォームを着たいと思っています。しかし、現在はアストロズとの契約を完了させることに集中しており、 新しいチームと一緒に早くプレーできることを望んでいますと、ヘイワードは語りました。多くの専門家やファンは、ヘイワードがアストロズに移籍するという決断に、同意を示しています。アストロズでは、彼がより多くの出場機会を得るだろうと考えられています。アストロズは、キクチやネリス、そして、今度は、ヘイワードのような、非常に質の高い補強を行い、強力なチームとなっています。アストロズの他に、ヘイワードが NPB のチームに参加することを検討すべきだという提案も、 多くのファンから寄せられています。福岡ソフトバンクホークスや読売ジャイアンツなどのチームが提案されていますが、ヘイワードの年齢が障害になる可能性があるという意見もあります。あるファンはヘイワードはドジャースに復讐するためにパドレスでプレイすべきではないかと質問しました。またヘイワードがブレーブスに戻るべきだという提案もありました。ヘイワードは依然として優れた守備力と強力な打撃力を持っているからです。 今年、アクーニャが怪我をして、他の外テたちの調子が上がらない中で、ブレーブスに戻って、ワイルドカードを獲得し、地区優勝に貢献することは、非常に意義深いことです。ヘイワードの対談は、ドジャースが選手を重複して起用している状況を反映しています。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。